馬場のための入場券ネット予約のやり方。皆さんこんにちは、馬場の鈴木美恵です。今回は競馬場の入場券の予約方法について分かりやすく紹介していきたいと思います。ステップは簡単、2ステップ。会員登録をして入場券の申し込みをするだけ。では行ってみよう。ステップ1、会員登録をしよう。 JRA のサイトにアクセス。画面を少し下にスクロールすると、指定席入場券ネット予約というバナーがあるので、ここをタップ。さらに指定席入場券ネット予約のバナーをタップ。すると予約サイトへ移るので、右上のログインをタップします。ログイン画面が出てくるので、すでに会員登録がお済みの方は登録したメールアドレス、もしくは会員番号とパスワードを入力してください。まだの方は会員登録がお済みでないお客様のボタンをタップ。登録したいメールアドレスを入力してカラーメールを送信。登録したアドレスにメールが届くので、メール内に記載してある URL から個人情報を入力してね。ここからはちょっと早送り、必要事項を入力していきます。ちょっと長いけど頑張って。最後にクレジットカード番号を入力したら登録完了。この会員番号はログインの時に必要なので、スクショかメモで控えておきましょう。ステップ2、入場券の予約をしよう。動画冒頭の指定席入場券ネット予約からログインすると、このようなページに飛びます。ここでどの競馬場にいつ行きたいのかを選びます。申し込みボタンを押し、注意事項を確認したら、いよいよ申し込みです。下の方にスクロールしていくと、入場券の欄に一般抽選という項目があります。ちなみに一般抽選は利用日の前週の日曜日から申し込みすることができます。申し込み期間が短いので注意です。一般抽選を逃しても残券がある場合は当日15時まで購入できるよ。ではでは、元の画面に戻って抽選に申し込みしてみましょう。まずは入場券の選択をしましょう。続いて枚数を入力します。最大で4枚まで申し込むことができます。最後に内容を確認して確定ボタンを押したら申し込み完了です。抽選結果はその週の水曜日にメールで届くよ。いかがでしたか？入場券ネット予約をうまく活用して快適な馬場ライフを。